このスバ。よし、こんなものかな。急に工房貸してくれって言うから、てっきり自分の件でも新調するかと思ってたんだが、その光る棒は何に使うんだ。こいつはサイリウムって名前で、俺の生まれた国では好きな人を応援するときに光らせて振るんだ。そんなの欲しがるやついるのか。甘いな、おっちゃん。好きな人の目に少しでも長く止まっていられるなら、人は喜んで金を出すものさ。他には好きな人の名前の入ったタオルやハッピなんかも結構人気があったりするんだぜ。カズマカズマ、頼まれてた紙束持ってきたわよ。おお、それじゃあ紙束に握手券って文字と公式のハンコ、そして裏面に注意書きを印刷してくれ。握手券って、日本にいるアイドルの CD を買うとついてくる、あの券のこと？その通り！俺は今、ショーに必要な機材と、リアたちのファンに狙いを定めたアイドルグッズのひな形を作ってるんだ！元いた世界じゃ、大勢のアイドルがしのぎを削っていたが、ここはせいぜい踊り子が小劇場で少数の客を取る程度。アイドルのノウハウを持ち込めば、あいつらの人気はうなぎ登り。大金を手に入れるのも夢じゃない。よくわからねえが、カズマのやつ、なんだかいつにも増してゲスな顔してるな。借金のせいでお金に目がくらんでいるのよ。でも私知ってるわ、こういう時は大抵。おっと、ステージが盛り上がるようにスポットライトの用意もしていくか。ほんと、プロデューサーってのは大忙しだぜ。あとはタオルにハッピなんかのグッズも用意して、一通り作ったらリアたちの意見も聞いてみるとするか。このスバ。というわけで、早速踊り子のグッズ試作品を作ってみたんだ。どうだ？どうって言われても、そもそもこのグッズってやつは何のために使うの？お前たちを応援するためだったり、身近に感じるためだったり、用途は人それぞれだな。みんな欲しいと思ってくれますかね？もちろん思ってくれる。なぜならファンのみんなはお前たちのことが大好きだ。好きな人の可愛い笑顔の写真があれば部屋に貼って眺めたい、そういう心理少しはわかるだろう。可愛い。もうカズマったら正直なんだから。確かに可愛い私のグッズならファンも欲しがるわよね。あー、間違いない。グッズは可愛いお前たちを世に知らしめるためにも使えるだろう。未来はそこから始まるんだ。ってことで、もう少しこの先のことについて話をさせてくれ。もう仕方ないわね。美味しいお茶を入れておくから、たくさん話をしていいわよ。お、そういえばリアの姿が見えないようだけど。リアちゃんなら部屋で寝てると思います。これは3人の未来を左右する大事な話なんだ。なんとか起こしてくれ。このスバ。リアちゃん、まだ寝てるの？カズマが可愛い私たちに話があるんだって。リア、起きなさい。なあ、もう部屋に入って直接起こした方が早いんじゃないか。ダメですよ、リアちゃんの部屋は。この恥ずかしがり屋さんめ。失礼します。このカズマさんが朝のご挨拶をってなー。
だからシエロが止めたのに。空き瓶やお菓子のゴミがそこら中に転がって、このお椀、スープが凝固してすごいことに。あれ、シエロ、エリカ。おはよう、リアちゃん。カズマさんが話があるって。カズマも来てたのか。おはよう。まあ、突っ立ってないで、遠慮せず座ってくれ。座るどころか足の踏み場もないんですけど。こいつ、まともそうに見えて片付けられない女だったか。ああ、下着も脱ぎっぱなしで。ちょっと下着はさすがに恥ずかしい。それよりこの態度を恥ずかしがれ。まあいい。それよりも今日は大事な話があって。リアちゃん、食べかけのお菓子にアリさんがたかってます。片付けておいてください。いいじゃないか、アリだって食べないと生きていけないんだ。今日は大事な。もうこの飲み物も腐ってるわよ。最近通りで家が臭いと思ったわ。今すぐ捨ててきなさい。そんなに怒ることないだろ。大丈夫だ、次の休みには必ず掃除を。話が進まねえだろ。やれ今すぐ、俺も手伝ってやるから。このスバ。まあ、なんということでしょう。ゴミの廃棄場のようだったリアのお部屋が、年齢相応の乙女のお部屋に生まれ変わりました。すごい、自分の部屋じゃないみたいだ。いつも綺麗にしろとは言わないが、せめて人が入れる程度の綺麗さを保ってくれ。こんなに綺麗に掃除できるなんて素晴らしいです。また定期的に部屋に遊びに来てください。俺が今日来たのは掃除のためじゃなくて、お前たち踊り子を人気者にするための。ほんと、むっつりで意地汚いだけの男だと思ってたけど、ちょっと見直しちゃったかも。見直す以前にすでにそう思われてたことが地味にショックですね。ま、見直してくれたということで、改めて話をさせてくれ。今日来たのは、お前たちをプロデュ…あれ?カズマ?私のぬいぐるみが見当たらないぞ!コジロをどこにしまっただ!せっかくしまったのに何してんだ!ぬいぐるみなら手洗いして外に干して!って話を聞け!俺は家政婦じゃねえ!お前たちのプロデューサーになりに来たんだよ!プロデューサー?そうだ!俺がお前たちを、この世界一の踊り子ユニットにしてやる!このスバー。